ど、こう話するってなるとね、なかなかないので。そっかってなりました。初めてかピンクの髪ってなったね。スーともいつもありがたんたんさん、ありがとうございます。今日はバッチリメイクですね。いつもすっぴんとかでやっちゃいますけど、今日もバッチリメイクで、髪の毛もバッチリで。あ、レン思ってたより距離が近いし、その一つアクリル板、アクリル板ではないけどあるけど、思いのほか見やすかったですし、会話できました。全然ビーバップ団長さん、ありがとうございます。マオ今日はありがとね。こちらこそありがとう。補充完了ありがとうございます。可愛かったです、ありがとう。一部屋寂しいね、寂しい、めちゃめちゃ寂しい。誰かの部屋行こうかなと思ったぐらい寂しいです。まあ行けないから仕方ないんですけど。はるたん会えるって素敵、見守り中さん、 ありがとうね。ふみなちゃんありがとう、おしゃべり会お疲れ様でした、ありがとう。ゆかちにみょうがあげたの、私はみょうが好きなんですよ、だから食べたんですけど、個人的にこういただけないお味だったので、ゆかちにあげればよかったかなって思いました。声は聞こえないことはなかったです、なかったですけど、やっぱ気持ちお互い大きな声で喋った方がスムーズなのかなと思いました。でも別になんか困ったりとかはなかったです。りょうさんお疲れ様、明日よろしくです。よろしく。やばいね、今日はね私振り返りだけだったんだけど、明日は14枚目シングルもありますので、ちょっと楽しみですね。もっともっと楽しみですね。うんうん、こんばんは、こんばんは。9月に行きます、待ってますね。明日もよろしくお願いします、よろしくお願いします。なんかこれもなんか久々じゃない、明日はよろしくとかさ、明日はよろしくとかさ、今度何年月行くねとかさ、あと隣のレーンからこうちょっかい、ファンの方にねちょっかい出すこの感じもなんか久しぶりやなって思った。めちゃめちゃなんか京都らしいの食べた、お弁当がとても京都らし、京都の美味しいお店のものだったみたい、いただきまして、めちゃめちゃ味わいました。めちゃめちゃ美味しそうだった、美味しかった食べたんだった。まえちゃんと石のワンピースかわいい、嬉しい、かわいいよねこれ。私結構珍しいと思うんだけど、お仕事用にね買ったやつだったんですけど、まさかのまえちゃんと一緒で、確かにまえちゃん着てそうやなって思った。明日ちょこっと参戦して観光して夜帰ります、待ってます、ね、お弁当めちゃめちゃ美味しかったです。隣のレンからこんにちはペコリしたいわ、だよねだよね、わかるよ、ああいうのが結構いいよね。まいちゃんと一緒に買ってたのかと、あそう違うの、違くて、でそれ前も持ってたってリコピが出て、あそうなんやってなって、色も一緒だったから今度一緒着ようってなって今日に至りますね。私が結構メンバーと洋服被るのってなかなかなくて、結構我が道を行くタイプなので、洋服に関しては確かにここはみんなよく買ってるお店だし、私も珍しかったから嬉しかった。レディアゼルってとこなんですけど、ここはねメンバー御用達なので。ゆいちゃんとのスペシャルレーンいいな、楽しかった、最初だったからあっという間だったんだけど、まいちゃんと姉妹みたい、いやそれこそ昔まいちゃんのことお姉ちゃんって呼んでましたね、まいちゃんとかじゃなくてお姉ちゃんって呼んでました、姉妹キャラがありました。明日は弟子とその同僚のレーンに行きます。うん、弟子とその同僚の連、
しんたんたんさん、おしゃべり会お疲れ様、ありがとう、ありがとうございます。ホテルでショールームしていいのか、そういえば聞き忘れてて、さっき帰ってきてからめちゃめちゃいろんなマネージャーさんに連絡したんですけど、全然誰も返信返ってこなくて、あれなんか なんでやろうと思ったけど、まあ、帰ってきたので一人の方がやっております。あ、サガレーン、なるほどね、そういうのもあるのか、明日もスペシャルレーンがあるのか。スペシャルレーンカオスすぎた、カオス2期生とかと一緒にやるとめちゃめちゃカオスなんだよ。まあ2期生としかやってないんだけど、今回はめちゃめちゃ楽しかった。私もう笑いすぎてもうおかしくなるかと思って、もうめちゃくちゃ笑いすぎておかしくなりそうでした。危なかった。明日はないね。あ、なるほど、連番数だけ、おー楽しみ。なんか連番とかっていう、もうこんな響きですら久しぶりだよね、正直。ゴーメイさん、ありがとうございます。2期で安定でしょ。そうね、安定すぎてもはやもう私たち、あ、おしゃべり会っていうよりはもう雑談してますもんね、ファンの方とね。いや、京都ってさ、こう街の景観をこう周りと合わせるように、コンビニが黒かったり茶色かったり、建物にこう合うような感じにするじゃないですか。なんかそれがやっぱなんか新鮮で、写真撮っちゃうつい。ミノルタンタンさん、ありがとうございます。で、屋根もねついてたりするんですよ。それがね結構うーって写真撮っちゃうんですけど、まあ、なんだかの湯布院にね結構まあ毎年一回行ってたりしてたんですけど、その時も結構茶色かったりとかもするんですよ。そうだからなんかそういうのがあるのってなんかいいなって思ったし、なんかレアなの見るとめっちゃテンション上がりますね。ミフィキッチンも、あ、そうなんだ、てかミフィキッチン行きたかった。クラベーカリーでしょ。もうねどうにかしていけないかって思ったんだけどね、さすがにいけなかった。また次の機会に行こうかな。あー、駅前にあるタワー見たら京都来たって。す、私京都タワー初めて見た気がする。なんかあんま覚えてなくて、覚えがなくて、京都タワー、京都にタワーあるのって今日初めて知ったの。お疲れ、今日はありがとう、あ、ありがとう、いいね、今日はありがとうでいいね。タタタンタンさん、ありがとうございます。で、私初めて見たのがあの黒いデイリー、コンビニのデイリーを初めて見ました。タタタン、お疲れ様、ありがとう。あとでミフィキッチン仕上げておく、ありがとう、嬉しい。前後に一日お休みくれればいいのに。そうね、来たらいいよね、白い筒みたいなタワーね。そうね、そうね、タワーの地下にある銭湯を昼頃行きました。へえ、京都っぽいものは食べれたの？なんとなくですけど、そのお弁当に入ってた湯葉、私湯葉初めてじゃないかも、昔食べたことあるけど苦手で、でも今日その苦手なことがあったんだけど食べてみたら食べれましたね。大人になったのかな、その湯葉とか、なんか天ぷら、コーンと玉ねぎのかき揚げ天ぷらみたいなやつがすごい京都を感じた気がする。あと菊の葉とかはめちゃめちゃ感じましたね。あ、ハモもあったんだよね。ハモの骨取るのってめちゃめちゃ大変なんでしょう。だからありがたかったわ。天下一品は京都発祥だよ。あ、そうなんだ、キヨチンさん、ありがとうございます。
天下一品行ったことないな。福岡もあるんかな。今日の夜は行列のできるラーメン屋にいて。ラーメン屋いいね。だからラーメン屋なんか多い気がしませんか。なんだかんだ今日の写真可愛かった。保存した。やった。嬉しい。ありがとう。いや、お弁当本当に美味しかったんだよな。夜のねお弁当もあるんだけどね。あ、カレー屋も多いんだ。もうカレー食べたいな。私ココイチに行きたいんですよね。ココイチなんかイカリングみたいな乗せたいトッピング、なんかお店のね表に貼ってあるんですよ、イカリング。それ食べたい。うん、CM 真剣に見ちゃってた。あさって梅田にあるシナモンカフェ行くか迷ってる。梅田にシナモンカフェがあるの？うえー、いいね。ココイチはトマトカレー始まりました。美味しそう。イカリングのサラダ美味しそう。あ、珍しい CM ある。私もともとテレビを全然つけないんですよ。地上波全然つけなくて、いつもネットフリか YouTube ばっか開いてる人なので、そもそもテレビ CM 見るのがめちゃめちゃ久しぶりですね。京都っぽいものは何だろう。街をうろうろしてたら京都まで来て一蘭を見かけたわ。さすがやな。シナモンカフェは期間限定なんだ。ココイチのハッシュドビーフめちゃめちゃ美味しそう。てかハッシュドビーフが好き美味しそう。今のところ特に珍しいシーンはないけど、ありそう、いつか。これなんちゃんだろうな。テレビつけてそのままだな。でも京都感じたのは、コンビニに関西醤油味のポテトチップスが売ってた時は、あ、違う土地にいるなって思った。めちゃめちゃ九州醤油だからさ、逆に九州行ったら九州醤油って珍しいのかと思うと、めちゃめちゃ不思議な気持ちになりましたね。それ美味しいんだよ。絶対美味しいよね。絶対美味しい。お、今今田美桜さんと石原さとみさん、1億3000万人のショーチャンネルっていうバラエティかな。石原さとみさんが番宣してる。あ、かわいい。今田美桜さんか。指ハートしてる。抹茶とか、あー、でもなんか抹茶の味とか絶対多いだろうなって思う。関西限定カップ麺ありましたか。あー、見てなかったな。大きに言われてここ京都やと思って、あ、それはわかるかも。関西、大阪とかで時にな、関西弁、店員さんが関西弁だったりとかしたら、おお、ってなる。これ次何の番組が始まるんだろう。本当に地上波は久しぶりにつけた。私ドラマコントが始まる、このあとすぐ。あ、面白いってお聞きしたな。うん、6日連続おめでとう。ありがとう。お、今日でも5日。あ、そうかそうか、1日前から始めてるもん。駅の地下街ブラブラしてる抹茶スイーツのお店もあったわね。食べたい。抹茶大好きなのね。本当に大好き。辻利とかのなんか商品とか見つけるとついたいもう手に取りたくなっちゃうのよ。そうそう、やっぱね期間限定とか土地限定とかね、こう買っちゃうタイプで、お土産も、え、もうそんなにいらんやろっていうぐらい買っちゃうタイプなんですよ、私。いつも気をつけよう気をつけよう気をつけようって思ってきて、
え、なんでこんなに高いのと思ったけど、めちゃめちゃ買ってるんですよ私。そういうの結構あるかなって感じ。こんばんは、こんばんは。何この手、何この手。なんか全然関係ないんですけど、サイスさんの YouTube でお仕事で実家に帰りましたっていう動画を上げてたんですけど、家族とお話しされてる時のサイスさんがめっちゃ方言出てて可愛いって思いました。私たちからしたら、まあ、地元メンバーとかとしゃべ家族とかと喋ってるような方言だから違和感はないんですけど、サイスさんがこう帰ってきた瞬間方言めちゃめちゃ出てるのが可愛かった。大分の話し声やの話言葉やなってね、何回もなって、ちょっと福岡と似てるけど語尾がちょっと違ったりするんですけど、大体なんかニュアンス一緒でめちゃめちゃ可愛かった。メンバーの興奮した時の博多弁はキョトンってなる。確かに、やっぱね、こういう風に敬語とか何かの前に立つと方言出ないんですよ、博多って。博多らへん不思議なんですけど、こう敬語っていうか、目上の人と話す時とか人前立った時とかなぜか消えるんですよね。タメ口じゃないと出ないんですよ。それがね、ちょっとね、関西弁とかってもうこういう時でも出るじゃないですか、ニュアンスとかイントネーションとか違うから。じゃないと出ないんだよね。もう家族とかの前だったら多分バリバリなのかな、地元の友達とか多分すごいのかなと思う。まあ、メンバーの楽屋とかでもまあ博多弁だとは思う。不思議だよね。あとなんかお茶が京都ブレンド、もうこれは差し入れなのかわからないんですけど、違う伊藤園かな、伊藤えもん、いに右にえもん、なんて読むんでしたっけ、伊藤えもんかな、は京都ブレンドって、このお茶めちゃめちゃ美味しいらしくて、あ、イエモンか、あ、これイエモンか、わあ、今日一のイエモンコメント来てる。ありがとうございます、失礼いたしました。イエモンか、間違っちゃった。伊藤園は伊藤園であるか、ドラえもんみたいに言うやん。失礼いたしました。イエモンね、イエモンの京都ブレンドっていうやつがあるんです。これはな、普通に売られてるんですかね、京都では分からんけど、めっちゃね美味しいらしい。まだ飲んでないんですけど、めっちゃ美味しいらしい。この CM はまあ全国にありそうな。イエモンコメントらしい、すごかったすごかった。あ、売ってるんだ。そう、見た目ほうじ茶みたいなやつ。みんなのコメントの一体感すごかったね、ありがとう。ぜひ飲んでみてください。まだ飲んでないんだけど。あ、コンビニで売ってる、ちょっと買って帰ろうかな。こういうのもね、いっぱい買って、もうすでにね荷物がねやばそうなのよ。もともと荷物もね多く持ってきちゃったし。そういえば、ちょっと待っててください。まあ一人部屋だったということで持ってきましたね。まあこれは正直、そのぬいぐるみ持ってるか可愛いとかっていうわけじゃなくて、ただ本当にこれがないと、まあっていう。まあ、なんていうんですかね、深く考えない感じとか、まあただ持っていかない選択肢はなかった。
できた。かわいいでしょ。これはやっぱ必要なんだよ。最近これエルボーして寝てますからね。かわいいよね。お久しぶり。あ、こんにちは、うさこちゃんです。ミフィー。そう、ちゃっかり持ってきちゃった。結構キャリーバッグパンパンだったんですけど詰め込んできた。これはミフィー店で買いました。ネットでも売ってるのかしら。裏返しミフィーです。かわいい。なんかね、こうなんやろうね、ないと困るね。これもうかわいいの、かわいすぎて、かわいすぎて一生大事に。あ、コントが始まるって、ドラマが始まった。ドラマなのかな、これ本当に面白いらしい。あー、これ1話の5分だけ見た気がする。なるほどね。帰りみんなめっちゃ心配して、忘れないよ、忘れないように気をつけます。はい、ありがとうございます。忘れちゃうからね、私。忘れないように気をつけます。スキップして落としません、財布のようにね。ドラマなんだよね。そうだよね。最初から見とけばよかったな、ちゃんと。最近ちゃんと見てるやつはほぼなくて、ネメシスだけなんとか、フールとかあるから見えてるんですけど、そういうのがあれば見れます。見逃しでちゃんと見てるのはネメシスだけ。でもメンバー周りにいなくて、なんでねって思ったんだけど、ハーチが見てて初めて出会った。嬉しい。ドラゴン桜をね見たかったんだけど、なんか忘れちゃって 見れてないです。ネメシスなんか見ちゃいますね。録画せえへん、なんか録画かテレビ本当につけないから、地上波つけなくて、忘れちゃって、もう過ぎちゃうんだよね。スズッともいつもありがとう、タンタンさん、ありがとうございます。見逃し配信やってるよ。あ、ドラゴン桜、コーニーディープに面白い、ディープ面白い、あー、よく聞きます。川口春奈さんが主演のやつも面白いって聞いてて、一話見れたんだけど、今顔追いつけなくなっちゃって、まあ、ちょうどそのアクロバットして練習してる時期で、なんかお家でも気が気じゃなくて、テレビとか落ち着いて見れなかったんですよね。何やっててもね、こう何もできなくて今に至ってます。なんでネメシスもね、結局最近もう何週も見れてない。ああ、それなら聞かざる声には理由があってかな。あ、指の痛み、そうですね、なんかもうまた痛くなってきてしまって、でも大丈夫、支障はない、握れる、心配なく。ほんと YouTube ばっか見ちゃうんですよね。なんか楽というか、なんか何を考えずに見れるんでね、見ちゃいます。なんかあの日猫なんだっけ、ネットフリ限定のあの花に、ヨルシカさんの花に亡霊の主題歌だった映画、あの日の猫がなんとかかんとか、あれあのネットフリ限定って最近知った、最近とか一昨日ぐらいに知って、
妹が見てて、あ、それヨルシカさんの主題歌のやつだよねって言ったら、あ、そうなの、これネットフリの映画なんだよね、そうなんや。おかめたんたんちゃんたんさん、ありがとうございます。下吉さん、ありがとうございます。こんばんは皆様。あ、そうなんやと思って、てっきりなんか普通に映画かアニメで、毎週やってるアニメなのかなと思ってたけど違って、そうなんだ、違うんやなって。もう忘れてしまったかな、夏の木陰に座った頃。 MV 好き、私も綺麗だよね。ドゥ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 とか、マジホテル寂しい、一人じゃちょっと寂しいな。妹に電話でもしようか。忘れないように移動せないように。あ、富吉靖子が出てる有村架純さんですけどね、失礼いたしました。ニコニコに起用メンバーと一緒やと思って、いや一緒やったんですけど、ホテル一人部屋なので今回一人です。ヨッチーさん、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。いや明日のおしゃべり会楽しみや、なんか不思議やな、どんな感じなんやろうな、楽しみ。高架橋を抜けたら、なんか美味しそうなご飯食べてる、お腹すいた最近どまついから。今日はまえちゃんとたま服一緒だったの、たまたまだったんですけど、今日着ようねって言ってたのは約束してました。まあまあたまたまなんかな。じゃん帰りに電話するしかってコメント。まあでも今日永遠に話してたんでね、隣の席で充電器忘れたみたいなので。忘れないように色褪せないように、形に残るものが全てじゃないから。歌詞違った絶対今楽しみだね楽しみ。もう洋服広げちゃってるもんね。しもうね、明日の準備できてる。私結構ね、ホテルだと海田祖さん、ありがとう、ミディアさん、ありがとうございます。結構ねもう自分の構成というか、アイロンとかはここに置いて、メイクとここに置いて、バッグここに置いて、パジャマここに用意しといて、足の服ここに用意してみたいな、そう結構ねすぐやっちゃうんですよ。もう完璧なテリトリーができてる。まあでもホテルに泊まるのっていつぶりなんだろう。そういえば無理だろって考えたら、もう記憶ないけど、なんか今まで泊まってたからすぐ思い出しちゃう。ホテルでの生活って、あ、アイアライブ、あー、でも今年初だね。そうだ、アイアライブがあるね。アイアライブも一人目やったからな。でもテリトリーはバッチリ確保していたわ。二人部屋の時は、まあ、空気読んで、あ、ここら辺使わないだろうなってところに自分の荷物置いてテリトリー作るかな。一人部屋です今日は。みんな意外と11月だったかな。まあでももう6月だもん。久しぶりだ。ちなみに私はね、パジャマをお家から持っていく派ですね
お泊まり事情。パジャマ絶対自分の着ますね。あとは何だろう。それぐらいかな。あんまこだわりはないかもしれないです。ないかな。あのぐらいかな。ピンクですよ。でもファンの方にいただいたパジャマですね。それを着てます。あーなるほどね。極力荷物減らす派か、荷物まあ普通の人もいるか、普通の人か。私は多分多い方だと思う。いろいろ持ってっちゃうと思うな。まあでも全部必要ではあるんですよね。あのもしもの時って考えると結構荷物多くなっちゃうかなってタイプ。あ、歯ブラシもシャンプーも備え付けの使う。あ、歯ブラシは自分の使いますね。とシャンプーはその時になんかちっちゃいやつが持ってたら自分の持っていくけど、基本は私も備え付けの使います。くらいかな。あとなんだろう、今回はもう全部必要としてるものやな。キャリー一つで収まります。プラスもう自分の荷物はもうちっちゃいリュックだけです。お財布とかだけしか入ってない、お財布エアポッツ鍵とかしか入ってないやつです。逆にね、しかもリュックだから手が両手空くじゃないですか。お土産持てるしキャリーワーク持てるしってやつにしてます。こんばんは。こんばんは。そうなんですよ。なんだかんだね。なんだかんだかんだかんだです。そうでリュック空っぽの座っちゃうんですよね。潰す感じでリュックを。なんかね、下ろすの忘れちゃう。ミッフィーはおしゃべりしますか。しゃべれないようになってます。これはしゃべれないです。喋りたくないらしいです。かわいい。こうもともとこの裏返しやから味が出てますよね。もともと味が出てる。かわいい。この発想はなかったよね。入浴剤、あー私お風呂浸からないかも。ホテルによりますね。足伸ばせそうだなとか、なんかちょっと今日今ゆっくり入るかって時はもう入るけど、あまり入ったら眠くならないのタフだね。ああそれこそ今日の移動中も一睡もしなかったですね。まあ眠くなかったんですけど、寝れなかったんだよね。みんな寝てたけどね、ちょっと起きてた。でもあっという間でしたね。長いな、まだつかんのかいとは感じなくて、めちゃめちゃ快適でしたね。窓際だったし。移動中は、まあ、音楽聴くか、まあ、YouTube 見れるんですよ普通に。 YouTube 見て最近やってること、ハマってることというか、まあ、やってることがあるのでそれをちょっと進めたりとかしてたらつくの。まあ、音楽聴いて、あこの歌の歌詞いいなってなったら歌詞調べてこう読んだりとか
してたかも。今日は特にね、めっちゃ音楽聴いてた、歌詞を見ながら。今日の移動の隣はリコピでしたね。リコピユイだった。今来ましたって、こんばんは。イエイエイ。ハラリ僕らも息を忘れて瞬きさえ送る。そう、2期生シートでした。安心感しかない。朝早かったからゆっくり休んで、ありがとう。そう、今日はよく寝れそうやな。寂しいけどな、一人YouTube ガンガンに流しながら、テレビガンガンにつけながら寝ようかな。ん、この曲好き？春泥棒言うな、春泥棒。うわー、ラ行多いな。春泥棒、ヨルシカさんですね。離れ僕らも息を忘れて瞬きさえ送る。僕今日抜けたら。ちなみにね、私シート下げない派なんですよ。悔しくて、なんか下げるのなんかめっちゃ悔しいんですよ。なんか直角、もう一個も動かさない。下げていいよって後ろの人から言われても、あ、大丈夫だよって、大丈夫ですって、下げないほんとね。なんか途中からそれがね、なんかまあいい感じになるんですよ、私は個人的には。もう下げないね、絶対に。悔しいじゃん、なんか、あ、最初から諦めてんのかって感じで私は下げない。え、みんな別に下げていいよ。下げるのがダメとかじゃない、場所を取るので。結構ヘッドホンも結構使いたいから、ヘッドホン、ブルーライトメガネ、ゲーム機、私今コントローラーだから、コントローラーってなって、あと充電器やろ、結構かさばるので、さすがに見ました。同室はいません、一人部屋です。いや、ダンベル持ってこうと思ったんですけど、ちょっと入らなくてこっちにしました。あとまだ肩が痛くて、ちょっとダンベルあんま持てないんですよ。どっちにしろ逆効果だなと思って。めっちゃ背筋伸びてるやん。そう、気をつけてます。猫背と反り腰で、ブルーライトカットメガネはどっちにしろ持ってきました。ここにある。最近サボってたから。あ、すいません、大きな音がした。でもね、こう反射しないかな、大丈夫かな。でも最近メガネチェーン欲しくて、ここに首からかけるです。まあただのおしゃれなんですけど、おしゃれとしてメガネちゃん欲しい。どなしておなじみブルーライトカットメガネ。確かにね、全然違う。ここに欲しい。でもね、ちょっとネットで買ってみて、どんなもんかなって思ってます。ヘッドホンはピンクです。はい、パパが買ってくれました、まあ、こっそり買ったんですけどあとちょっと今日手元にあったんで、ちょっと、あ、減ってる。私がこんな使ったの初めて。これは香水なんですけど、自分で作れる香水があって、まあ、だいぶ前ですけど作ったんですよ。すごくないですか、自分好みの香りにできるんです。リディアと一緒に作りに行った。これやってみたくて、そう、本当にすごいの、本当に自分の好きな匂いになった。
かも名前も付けられて、私はプランターにしました。フランス語で春、かわいいでしょ。香水、自分の匂いに部屋をしようっていう魂胆です。そう、私あの AirPods の名前、 AirPods 私ネットで買ったんですけど、あの店頭も完売してた時だったからネットで買ったんですけど、ネットだとこう印刷彫り印、あの名前もそうだし、なんか言葉とか、あの埋め込むとか、あのできるんですよデザインが。で私そういうの結構したいタイプで、何にしようかなと思って私はプランターにしました。その時にその春って他の国の言葉だったらなんていうのかなと思って、私自分名前はるかだから刻印だ、で家族からは春って呼ばれてるんですね。だからまあ春と季節の春かけて、自分の名前のようだけどじゃないみたいなこと、ふわっとした感じがすごく好きで、単語がプランターにしてます。えい、AirPods に自分の携帯の番号入れたよ、面白い。落としても大丈夫ですね、こちらまでって感じで。でなんか絵文字もできるみたいなんですよ、刻印。絵文字もでも興味あったなと思って、絵文字かそういうちょっとふわっとした感じにした。スプリング、そうスプリングやね、そうやね、シューみたいな感じやね、その通り。でも私多分ね、フランス語多分絶望的だと思う。私ラ行言えないじゃん、もう絶望的だよね多分ね。フランス語一生喋れない気がするわ。ただ風を待つ、こんばんは、こんばんは。プランターって春なんだ。そう調べたらね、春だった。学生の時フランス語取ってましたって、すごいね。やっぱ憧れるよね海外の言語って。マナさんありがとうございます。一時期英語を勉強してた時もあったんだけど、もう全然ですね。でもお姉ちゃんが英語結構ペラペラというかすごいので、その時は教えてもらったりもしてたんですけど、学生の時は韓国語だったよ、簡単だって聞いたから。あーでもちょっと日本語と似てるとこありますよね、韓国語って。まあ多分絶対難しいと思うんですけど、パッチムみたいなあるじゃないですか。上のプランタンということでよろしいでしょう、よろしいですか。わらわらわら、そうですねそうなんかいい。身近にフランス語の先生いるから勉強になるね。そうね、私にはね親友がねフランスにいるから。親友がフランスにいるってやばいね、めちゃめちゃ。どないなんだか。名前これでいいよね、鈴友プランタンタン、ゴロいいね言いやすい、いいと思うよそれで。あーお腹すいたね、京都いるからもういっぱいご飯食べたいけどな、なかなかねそれもできないわね。フランス食べ物美味しいって母が言ってた。いやーもうねユリアからねたびたび写真をね送られてくるんですけどね、まあ多分ユリアが
料理うまいからだとは思うんだけど 本当に美味しそうで、あとなんか、そうなんだ、フランスではそれがそういう風になってそういう風なんだとか結構多いかも。聞いててめっちゃ面白いなって思う。あとやっぱ多分ユリアが料理うまいんだと思う 上手、さすが。京都は実はパンの消費量全国1位。今日パン屋さん1つ見かけたかも。そうなんや。あんバタートーストとかめっちゃありそうやな、抹茶を添えて 想像やけど、食べたい、食べたいな。春の魔法に日差しは変わって、人も街も明るめに着替えた。めっちゃ響くここ。白バラコーヒーって京都でも売ってるんですっけ？絶対買って帰る。対買って帰る。ねえ、京都のカフェ絶対おしゃれ。わかるわかるわかる。もうね、ちょっと調べただけでもおしゃれすぎて泣きそうになりました。何を忘れてしまったのだろう、新しいものばかりを探して。めっちゃ歌いやすい、ここ。多分この配信終わったら一人でヨルシカさん歌っとる。どうしよう、聞こえてたら恥ずかしいよね。メンバーに聞かれてた時ほど恥ずかしいものね。知らない人だったらいいけどさ メンバーやったら恥ずかしい。でも私絶対メンバーしか泊まってないよ、この会話。分からんけど、多分ね、私のカラオケ大会が始まってることでしょう。一人でやっぱね、音ないと寂しくて、音楽かけてるか YouTube つけてるかテレビつけてるか、まあもしくは全部かって感じなんですけど、今日は iPad 持ってきてないので、携帯で 音を奏でる。隣が誰とか分かるの？あー、でもね、分からないけど誰だろう。大体分かる、チーム H か名前順かって感じかの先輩がこの回なんかなとか、12期この回なんかなとか。まあでも大体チームごとで分かれてるのではないか。隣の部屋からハモってきたら笑うわ ゆかちゃんだったらハモってくれるな。なんか、あなたがいてくれたから、私がそのコンサート前にめちゃめちゃ練習してて、リハの時とか廊下歩いてる時とかハモリの練習してたら、ゆかちがしれっと主旋歌ってくれたりとか 一緒にハモってたりとか よくありました。最強の味方が近くにいるの。あ、名前順かも。ゆかちは私の隣の隣だから、いわゆる私かな、多分。じゃあ歌っちゃうかな めっちゃ膝かゆい。なんで？意外ともう虫いますよね、蚊とか。じゃあ隣楓ちゃんはそうなのかな。でもなんか先輩後輩で別れてるタイプの時もあるからな、とか結構まちまちの時もあるし。今日はスペシャルレンガでしたが、久しぶりに会えて名前も伝えられて楽しかった。ありがとうございました。こちらこそありがとう。覚えてるやん。髪色はしばらくピンク？タイミングが欲しいなって思うな。まあ、ずっとピンクで悪いことってないとは思うんだけど、自分にとって。でもみんなはなんかいろんなの見たいのじゃないかなって思ったりもするの。でもどうなんだろう、難しいよねって感じでずっとピンクです。
そうね。って感じです。あ、生まれつき、あ、生まれつきでした。あ、いつ帰るのってことか、じゃあ生まれつきのピンクはいつ染めるのってことですよね。夏が来るのでちょっとこう明るめというかグレーとかにしたいなという気持ちありますけど。わあ、なんかホテルなんだ今って感じ。これ終わった後だってもう旬やろ、旬としちゃいますよ私。明日お家帰るのがとてももう遅いので時間が間に合わないので、私の途中会場でできたらいいなって思うな。ちょっと聞いておきます、この配信が終わったらマネージャーさんに連絡してみるので。握手の始まる前結構時間があるので、そこでできたらそこでしたいなと思うんですけど、できなそうだったら朝メイク配信ホテルでしようかなって思いますので、その時はよろしくねって感じです。セリちゃんは会場でするって言ってたよ。そっか、会場だったらでもお洋服先にお見せしてしまうことになる。まあそれは、まあ、全員で見ないからいいのか。じゃあ朝じゃなくて空き時間しようかな。まあお待ちくださいませ。それではまあ朝早いのでそろそろ終わりにしようかなって。お腹すいた、お腹がすきました。とても。8月の福岡原田さん単独ライブに行きますので、また楽しみたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さんありがとうございます。いやこちらこそ、こちらこそです。ありがとうありがとう。いや今日もさ、まあ全員ではなかったけれど会えたのはね。だけどこう改めてさ、いや握手最高や、まあ、握手というかね、もうおしゃべり会ですけど最高やなと思いました。もう雰囲気からあの空気感やらもう最高でしたね。明日も楽しみです。まあ関東もありますし福岡でもありますし、ちょっとこれからが楽しみになりました。イエイ。今日はプロテイン飲みました。まだ載せてなかったストーリー飲んだので載せます。それではまた明日ですね、配信もまた明日なので、よかったら見てください。ありがとうございます。それではランキング読みます。1位博多ひろたんさん、おしゃべり会お疲れ様ありがとう、おめでとうございます。1位、ふう、響くあんま大きな声出さない。2位はるたん、会えるって素敵、見守り中さんありがとう、ありがとうね、おめでとうございます。3位もう明日のルルヌ楽しみ、おー、ちょっと可愛く着こなせるように頑張ります、ありがとうございます。4位キヨチンさんありがとうございます、おめでとうございます。5位タダタンタンさんありがとうございます、おめでとうございます。6位コウタンタンさんありがとうございます、おめでとうございます。7位ユウカタンピョン、明日のおしゃべり会楽しみありがとう、楽しみ、おめでとうございます。8位ミノルタンタンさんありがとうございます、おめでとう。9位マナさんありがとうございます、おめでとうございます。10位下吉さんありがとうございます、おめでとうございます。イエイエイエイ。11位ハルタン、家門を覚えるキキちゃんさん、あと家門だよね、おめでとうございます、ありがとうございます。12位鈴友プランタンタンタンさん、あ、1個多かったかもありがとうございます、おめでとうございます。自分が今プランタンの匂いです。13位 AK ラブさん
ありがとうございます、おめでとうございます、パチ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 、ふぅ、イエーイ、ありがとうございました。ということで、明日もよろしくお願いします。また明日ねって感じで楽しみましょう、一日頑張ろうね。それではじゃんけんタイムいきたいと思います。最初はグー、じゃんけんチョキ。おー、チョキだったんですかって、チョキです。今日はイエーイ、泣き顔あこったか、まさかの2番2番かな、大サビ2番イエーイ、ありがとうございます。755のコメント見ていますか、見ていますでも最近あまり返せてなくてめちゃめちゃ申し訳ないので、今日返せたらいいなって思っております。ごめんね、でもね、それでもコメントしてくれるの私はめちゃめちゃ助かってるので、助けられてるので、あの返信来ないなと思っても私見てるので、よかったら毎日コメントしてください。それが、はい、もう元気な源なので、ありがとうございます。私もね、ようやくこう落ち着いてきたので返せるように頑張ります。またコンサートのリハが始まってしまうのでそれまでの間に返します。それではありがとうございます。ではまた明日です、バイバイ、おやすみなさい、イエイイエイイエイ。バイバーイ、ありがとう、じゃあね、待ってます、明日お腹すいた。